나온다. 자, 지금 우리가 볼 영상은 이번에 캡콤에서 새로운 신작 게임들을 선보이는 온라인 프로그램을 진행하는데 그거를 오늘 같이 볼 거예요. 캡콤 게임사 알죠? 굉장히 유명한 일본의 게임사인데 대표작으로는 뭐 롱맨, 스트리트 파이터 같은 것들이 있죠. 이번에 그런 것들이 새로운 신작 시리즈로 나온다고 합니다. 아 그래, 대표적으로 우리가 굉장히 좋아하는 그런 게임도 하나 있죠. 공포게임 바이오하자드, 그것도 이번에 새로운 시리즈 하나 나온대요. 오늘 같이 그냥 편안한 마음으로 유튜브 영상 보는 걸로 시간을 떼어보도록 합시다. 놀랍게도 이거 영상 보는 거 자체가 광고예요. 그리고 이 영상을 하나도 편집하지 않고 유튜브에 올리는 게 광고 조건이래요. 정말 놀랍죠? 다음 같이 봅시다. 뭔가 엄청 야심차게 준비를 많이 한 것 같네요. 롱맨 에그제도 방금 보였고 몬스터 헌터도 보였고. 캡콤 온라인 프로그램에 ようこそ. 本番組ではカプコンの最新タイトルの情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらのタイトルです。モンスターハンター。우리방송에서는거의금기어로자리잡은モンスターハンター。저번에한번건드렸다가진짜극한스트레스받고그만뒀었던モンスターハンター。하지만이제많은분들의사랑을받고있죠. 이거왜하는지솔직히나는잘모르겠는데. 몬스터헌터라이즈 엄청재밌대잘하는사람들은. 아씨, 내가게임실력이없어서그런가. 다시한번도전해볼까. 아니사람들하는거보면진짜재밌어보여. 근데내가하면아니야. 시리즈가 계속 거듭해서 나오는 거 보면은그만큼 사람들의 인기를 많이 얻고 있다는 뜻이겠죠. 몬스터들도 막 점점 멋있게 나오더만. 뭐야저거용이야?그치이몬스터헌터는뭐야무기스킨이에요저거? 아니왜무기스킨이그냥무기보다더멋없어지는거야?하지만고인물들은저런걸좋아하지.와무기가경단으로바뀐다고?그건못참는거네.오사이버틱한것도나오네.아이정도면은몬스터헌터빼야되나?다시한번좀건드려볼까?아근데보스보니까다시그마음이들어갔어.와내가딱적골이날것같아요.계속날아가고쳐맞고뒤지고수레차로끌려가고재밌어보이네.자업데이트내용은이렇게일정이나오고있네요.무료타이틀업데이트2이게새로운시리즈라기보다이제추가컨텐츠인거구나. DLC 같은건가?
무료 타이틀 업데이트라는데? 그럼 무료인 거야? 오, 일종의 그냥 게임 업데이트네요. 끝나. 진짜 해자네. 그러니까 게임을 갖고 있는 사람들은 이거를 무료로 즐길 수 있다는 거죠. 계속 무료로 업데이트를 지속적으로 해주는 거야? 지금까지 계속 그래왔어? 아니, 진짜 개쩌는데? 아니 그거는 진짜로 광고여서가 아니라 진짜 쩌는데? 그럼 돈은 어디서 벌어? 그 이제 새로운 유저 유인만을 수입원으로 삼고 DLC 업데이트를 계속 하는 건가? 아, 스킨 같은 거는 이제 돈 받고 파는 거야? 아, 근데 이렇게 업데이트 계속 해주면 나가타도 스킨 그냥 사겠다. 그 정도면. 回復した古竜大名槌はアラタナアクションや形態を用いてハンターに対してより凄まじい攻撃を仕掛けてきます。強力な古竜の討伐にぜひ挑戦してください。 심지어 스킨도 이벤트로 간간이 푼다고? 아니, 내가 광고를 맡아서 이 영상을 보고 있는 건데 왜 너희들이 광고를 하고 있어? 이상한데? 여러분들도 광고비 받았어요? 여러분들 광고를 더 열심히 해. 바전 12이후의 가이 조사 퀘스트 관련 업데이트 내용을 그만큼 갓겜이라는 거겠죠. 가이 퀘스트의 EX 星 6가 개방され. 아니 몬스터 헌터 잘하는 사람들 보면 진짜 멋있긴 하더라. 가이 몬스터가 추가になります. 물론 내가 그렇게 되고 싶진 않아요. 왜냐면 지금 계속 영상에서도 나오듯이 저 몬스터한테 쳐맞는 저 유저를 볼 때마다 그 마음이 싹 사라져. 개방された 레벨では 새로운 가이 소재가 手に入ります. それらを使えば 무기의 가이 슬롯을 확장することが できるようになり 새로운 強化 項目も 追加されます. 약간 온라인 게임 업데이트 공지 보는 것 같아요. 특이하네. 콘솔 게임이 이렇게 업데이트 내용이 나오는 게 난 되게 처음 보는 것 같은데. 오, 신기하다. 今後も 새로운 유료 다운로드 콘텐츠를 続々 追加していきます. 好評の 나리키리 카사네기 소비의 ほか 先ほどご紹介させていただきました重ね着武器その他にも重ね着装備ジェスチャーポーズ髪型スタンプなどを取り揃えています。 포즈가 일본 스타일스럽네. 이벤트 퀘스트도 매주 配信 중です. 역시 일본 게임. その他 업데이트의 概要は SNS や 공식 웹사이트での 공개를 予定していますので 정보 공신을 お待ちください. 오! 몬스터 헌터 라이즈 3브레이크 버전 9월 29일 목요일에 배포된다고 하네요. 続く 버전 13は 올해 업데이트 내용은 9월 29일이랑 11월 하순 이렇게 나오는구나. 今後も 몬스터 헌터 라이즈 3브레이크의 정보에 ご 기대 ください. 쩐다. 잘 봤고요. 다음 게임은? 아, 바이오하자드 빌리지. 아, 이건 좀 주의해서 봐야지 나도. 皆さんこんにちは. 누구? 바이오하자드 빌리지 프로듀서의 칸다です. 게임 영상을 보여줘요. 2021년 5월에 발매された 바이오하자드 빌리지. 자악과 경기에 미칠 무라의 무대에 주인공 이산 윈터즈의 계시코를 描いた 본작은 전 세계 650만 번을 돌파する 대히트となりました. 바이오하자드 새로운 도전은 진짜 대단했죠. 사라니 楽しめる 3つの コンテンツが 収録された 윈터즈 익스판션. 진짜 재밌게 했는데. 본편과 세트になった 바이오하자드 빌리지 골드 에디션이 이요이요 라이겟 발매됩니다. 이 여자 여자애로 플레이하는구나. 보란 ください.
잠깐 플레이 장면이 나왔는데. 추가 DLC 1つ目の 콘텐츠와 팬からの 요구가 많았다. 3rd 파손 모드. 빌리지의 메인 스토리를 3인칭 시점에 즐길 수가 있습니다. 1인칭 시점에서는 모드 E3의 움직임을 たっぷり 볼 것은 물론. 오 대박. 3인칭 시점나라대와의 경험. 와, 이건 새로 그냥 처음부터 다시 해도 재밌겠는데. 전투는 오리지널 이상으로 시리즈 팬には 나지미야스이 플레이필드. 과거사 그래 시리즈 팬이라면은 3인칭이지. 강액션이 추가해 가드를 지키다. 빌리지나라대와의 액션. 限られた 리소스를 うまく 使い込む. 원래 오리지널 게임은 또 1인칭이잖아요, 이 빌리지가. 続いては 신 시나리오 Shadows of Rose. こちらも 이 친구 이름이 로즈죠. 플레이できます. 어, 이것도 3인칭. 16년 후 E3의 娘 성장한 로즈의 서바이벌이 描かれ. 와, 이것도 재밌겠다. 舞台となる 아, 바이오하자드는 DLC가 진짜 겁나 재밌어. 현실. 그 저번에 방탈출 게임도 진짜 재밌게 했잖아요. 이 세계에서 단 한 번의 데미지가 생명取りになる. 어, 어떻게? 오! 기메라레타 치카라니 화장 다 녹아내리는 거 봐. 와, 소름. 하지만 이 세계에서는 그 치카라가 큰 도움이 됩니다. 치카라로 적의 움직임을 멈추고 急所を目がけて、いち早く打ち倒す。この精神を分かつ緊張感をぜひご体験ください。お、재밌겠다。이것도。3つ目のコンテンツは進化したザ・マーセナリーズアディショナルオーダーズ。ハイテンポなゲームプレイが楽しめるザ・マーセナリーズに追加ステージ、追加プレイヤブルキャラクターが参戦し、さらに重厚なプレイボリュームのゲームモードへと進化。ドミトレスクやハイゼンベルクといった 個性的な追加キャラクターが加わり、追加DLCウィンターズエクスパンション本編と追加DLCのセットバイオハザードビレッジゴールドエディションは10月28日発売予定。限定特典として 追加 시나리오 Shadows of Rose で使用できるローズの衣装 스토리트 울프 아웃핏을 프레젠트. 是非 예약 ください. 지금 당장 예약 구매해야겠다. 아, 이미 했나 나? 이따가 봐야겠다. さらに 바이오하자드 빌리지가 새로운 플랫폼에도 등장합니다. こちらの MacBook Pro でも 遊べるようになります. 맥북까지. 맥에 遊べる 바이오하자드 빌리지가 2022년 発売. 큰도전이네요. 시리콘이 対応したことで 繊細な 그래픽을 파워풀히 表現することができました. 맥북은 호환 안 되는 게임 진짜 많잖아요. M1 칩과 M2 칩을 탑재한 모든 맥에 플레이 가능です. 対応 기술은 공식 사이트를 ご覧 ください. 私たちは より多くの方々に 바이오하자드 시리즈를 楽しんでいただきたいと 思っています. そこで 今回 닌텐도 스위치 클라우드 버전의 配信이 決定いたしました. 닌텐도 스위치에 발매 예정의 바이오하자드 빌리지 클라우드. 바이오하자드 빌리지가 인터넷에 접속しながら 遊ぶ 클라우드 버전에 등장. 이마마데 빌리지의 플레이 환경이 なかった 게임 팬도 遊べるようになりました. 발매일은 2022년 10월 28일. 닌텐도 스위치로도 플레이할 수 있다는 얘기지. 윈터즈 엑스판션은 12월 2일 配信 예정です. 클라우드 버전의 동작을 확인できる 体験版も 配信 중です. 닌텐도 스위치での 클라우드 버전은 바이오하자드 7, 바이오하자드 RE2, 바이오하자드 RE3も 配信 예정. 바이오하자드 7의 클라우드 버전은 무기한 플레이 방として 요소이오 아라타니 등장です. 다 추억이다 진짜. 다 재밌게 했던 거. 바이오하자드는 시리즈가 정말 많이 나왔지만 실망시켰던 적은 거의 없었던 것 같아요. 바이오하자드 빌리지스가 도쿄 게임쇼 2022 캡콤 부스にて 플레이스테이션 VR2 版の 플레이어블을 출展 중です.
究極の没入感が体感できますので、VR 버전ご来場の方はぜひカプコンブースにお越しください。続いては何해야지来年発売予定のこちらのタイトルからおー、ソウルンキチョウ。내가저자리에생동감넘치게있을거생각하니까皆さんこんにちは。너무싫어。カプコンの平林です。バイオハザード RE4 を発表させてもらって多くの皆さんからの反響をいただいております。本当にありがとうございます。本日皆さんにお伝えしたいことがありましてお時間をいただきました。バイオハザード RE4 はプレイステーション5をはじめ最新世代機に合わせて開発を進めておりますが、現行世代機での検討も続けておりました。この度この場をお借りしてなるんですけれども、本作がプレイステーション4へ対応することをお伝えしたいと思います。加えましてバイオハザード RE4 の最新情報なんですけれども、来月にバイオハザードショーケースをお届けすることになりました。そちらでたっぷりと本作の最新情報と魅力の方をお伝えできればと思います。저것도이번에리메이크돼서출시한다고하더라고요。それでは皆さんバイオハザードショーケースでお会いしましょう。저얘기는나도들었어들어서알고는있었어。ここからはカプコンが送る新作アクションタイトルエグゾプライマルの最新情報です。お、新作アクションタイトル。こんにちは、エグゾプライマルディレクターの平岡です。まずはこちらの映像をご覧ください。エグゾプライマル。요즘에는대형게임사에서신작을많이안만들었었어가지고내가최근에도생방송에서그런얘기했었거든오그런데드디어또그럴싸한게임이나온것같아요보자 로봇과공룡이라니미쳤다좋아이건못참지야근데솔직히진짜인정할건인정해야돼로봇디자인은일본이압권이야진짜와뭐야이거 You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the violent. It's trying to build stronger exosuits, so it's pulling any exo-fire in your holding back in time to these bloody war games.Like it or not, the exosuit's keeping is alive out there. But the more we use it, the more it helps the fight. Online play, do they? No. That's not an option. Wrong way or not. Valued team members, prepare for dimensional integration in 10 minutes. You stay alive, man. Only you.If you give an AI like Leviathan the directive, improve our exosuits, it has to complete. It doesn't matter whether that takes 100 tries, a million, or for the perfect suit. More than that. But at least do me the courtesy of looking me in the face whilst you do it. 이걸 이렇게 끝내장사좀할줄아는 okay, 놈인가 pinky forefinger back to middle full wrist articulation then we do it in reverse begin what the hell are you guys doing it's a secret robot handshake good morning victoria 그저특수쇼트를입고블랙홀에서나오는공룡을계속싸우는그런내용인가봐요온라인전용今ご覧いただいた映像に含まれる最新情報をもう少し詳しく紹介させていただきます。本作の舞台は西暦2040年、突如出現する恐竜の群れによって町や人々が襲撃される恐竜災害が発生する世界で、プレイヤーはアイビウス社に所属するエグゾスーツパイロットになることを決意します。そして2043年、主人公たちが乗るキャリアがビキター島周辺を紹介中に巨大なボルデックスに巻き込まれ、島に不時着するところから物語が大きく動き始めます。アイビュー社の AI リバヤさんによって繰り返されるウォーゲーム、時空を超えて現れる恐竜、そしてエグゾファイター同士の戦闘、
プレイヤーはそのウォーゲームに巻き込まれ、生き残りをかけてリヴァイアさんの提示する幾多のミッションに挑むことになります。世界の謎に迫る物語はディノサバイバルを遊ぶことで徐々に解き明かされていきます。ここからは物語リヴァイアドンいらぬ AI が있는데걔が世界を創造해서계속반복시키는건가。エースという愛称で呼ばれています。プレイヤーの分身でありキャラクターメイキングで外見をカスタマイズ可能です。主人公が所属する部隊ハンマーヘッズのメンバーも見てみましょう。部隊のリーダー的存在で一流のスーツ整備士ロレンゾ、クルーからはチーフと呼ばれています。続いては右腕が義手の技術士アルダーズ、そしてもう一人のエグゾスーツパイロットマジェスティ、最後はエグゾファイター部隊に配置されるサポート役のアンドロイドサンディです。この4人と一体が出会う物語のキーパーソンも紹介します。ビクトア島の状況やウォーゲームの生き残り方を教えてくれるエグゾスーツパイロットのマグナム、もう一人はウォッチャーを従えているかのような謎の人物ダーバンです。果たして彼らはどのように関わってくるのでしょうか。そして今回の映像でも新たなエグゾスーツが登場しました。キリイチモンジという刀を武器に武者のような姿をした村雨、ロールはタンクです。混合召喚で全方位からの攻撃をガードしつつカウンターを繰り出して敵を排除します。カウンターを発動すると挫折状態になり一時的に戦闘能力が強化されます。もう一体は魔法使いのように空を飛びエーテルダンスによる攻撃と回復を行うスカイウェーブ、ロールはサポートです。敵の視界を妨害するオプティクスジャマーは恐竜だけでなく敵チームのエグゾスーツに対しても有効です。重力で敵を吸い寄せたり範囲内の敵の動きを停止させたりと敵の妨害をすることで AI 랑만싸우는게아니라다른팀이랑도싸우는게있나봐。新たにブレードが登場しました。電磁手裏剣を投げヒットした敵を一時的に麻痺させ、隙を作ることができます。もちろん忘れてはいけないのが彼らです。今回の映像で新たに登場した恐竜は襟巻きのような外見の特徴を持つディロフォサウルス、遠距離から毒を吐きダメージを与えるだけでなくその毒によってフィールドの視界が悪くなり戦闘が困難になります。カルノタウルスは大きな体を持ちますが動きの素早い恐竜です。強力な突進や突き上げでプレイヤーを苦しめます。最後は体育や能力が異常化した巨竜の変異体ネオソウのネオティラノサウルスです。와쟤뭐야。圧倒的な攻撃力を持つ個体となっています。그냥보스네。エグゾスーツ、リグ、恐竜はこの他にも存在しますので今後の発表をお待ちください。さてここからはエグゾスーツのカスタマイズについて説明させていただきます。ハンマーヘッズのキャリアにはハンガーがあり、そこではスーツスキンやウェポンスキン、デカールやチャームなど見た目を変更するスーツカスタマイズ、되게디테일하게커스터마이징이가능하네。リモートやスタンプをセットできるコミュニケーションホイール、아니뭔가일본은저런 저런몸동작커뮤니케이션을굉장히좋아해。性能変化させるモジュールなどといったさまざまなカスタマイズが可能です。カスタマイズに使用できるアイテムやモジュールは、リノサバイバルをプレイして経験値を入手し、プレイヤーレベルやスーツレベルを上げるなど入手方法はさまざまですが、ゲームを遊べば遊ぶほど手に入っていきます。例えばこのような見た目のスーツやエモートも可能です。何？カスタマイズに使用できるアイテムやモジュールはとても多くの種類を用意していますので、이것이일본이다。自分好みのエグゾスーツを作る楽しさも体験いただけます。本作の発売は2023年となります。発売に向けて鋭意制作中です。楽しみにお待ちください。お次はロックマンエグゼアドバンスドコレクション。와분명히일본어로써있는데록맨에그제로보여。今でも僕らはつながっている。대단하지않습니까。今なお多くのファンに愛されているロックマンエグゼシリーズ、そのナンバリング10作品が任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームによみがえる。ロックマンエグゼアドバンスドコレクション2023年発売。전シリーズ다합본인거야。アドバンスドコレクションでの追加機能として、ソフトな描画に切り替え可能な高画質化フィルターの搭載や、
ギャラリーモードには合計1000点以上のイラストと188曲のゲーム内 BGM を楽しめるミュージックプレイヤーを収録。さらに僕はロックマン。今日から僕が君のナビだよ。これからよろしくね。ペット画面を再現したタイトル選択画面では 3D のロックマンがボイス付きでナビゲートを担当。プレイ状況や操作に応じて様々なリアクションが返ってきます。そして本作のディレクターを務めるあの江口名人よりコメントが届いております。バトルオペレーションセット、始ま、クロンが始ま。皆さんお久しぶりです。名人です。 TGS の舞台にロックマンエグゼが帰ってきました。ロックマンエグゼアドバンストコレクション、エグゼ6から数えて約17年、こうして再び皆さんにエグゼ情報を発信できることをとても嬉しく思います。さてアドバンストコレクション発表からしばらく経ちますが、 SNS や動画サイトでの盛り上がりを見て開発スタッフ一同とってもモチベーションが上がっています。ところで皆さん、めっちゃ気になっていることありますよね。そう、通信機能について。安心してください、今でも僕らはつながっている。各シリーズオンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能を現在制作中です。今作でも皆さんもつなげていきますよ。本当は綺麗に修繕してもらった白衣の話なんかもしたいのですが、은근히콘솔게임같은것도온라인으로서로이렇게유저끼리커뮤니케이션이가능하게끔항상개발을하는것같아요일본은江口名人ありがとうございました。本作では그리고그게되고안되고가상당히큰차이거든친구들이랑같이할수있다는것자체가되게좋은장점이죠콘텐츠を2つに分けた볼륨1と볼륨2も광고인줄알았다고요일단생방송이기는한데 광고는광고입니다、네、제가맡은광고예요영상같이봅시다それでは本日ご紹介する最後のタイトル、ストリートファイター6の最新情報をお届けします。ストリートファイター무려6야이제。皆さんこんにちは、ストリートファイター6ディレクターの中山です。6月に発表させていただいたストリートファイター6ですが、多くの反響をいただきありがとうございます。本日は最新情報をお届けいたします。ストリートファイターは진짜역사が깊은게임이지。お安全にな。생각보다소박한데いい顔に撮れてるじゃないか。改めて担当教官のルークだ、よろしくな。오이게스테이지인가봐뭐지아이제약간오픈월드그런건가오오픈월드에서이렇게돌아다니다가 NPC 들한테말걸어가지고대결하고그러는건가봐날심날심왜이렇게멋있게나오냐와그래픽이상승되니까달심너무징그러워 파일늘어나는거봐와뭐지나지금달심밖에안보여달심왜이렇게멋있냐최종보스빌린데와
포 뭔데? 엥? 우와, 폭탄 돌리기 이런 것도 있나봐, 미니게임. 우와! 재밌겠다. 단순히 그냥 격투게임인 것 뿐만이 아니라, 약간 틀을 벗어났네. 벗어났다는 건 약간 좀 잘못된 표현 같고. 뭐가 많이 추가됐네요. 아니 다이슘 진짜 개멋있다니까. 영상 잘 만들었네. 네? 오, 자동차 부수기. 스트리트 파이터의 꽃이지. 격투 게임보다 저게 더 재밌었어. 이가가でしたでしょうか? 스트리트 파이터 6では 월드 투어, 파이팅 그라운드, 바틀 하브 3つの 메인 모드 용意しています. 먼저 파이팅 그라운드의 정보를 お届けします. ストリートファイター6に参戦する新たな4人のキャラクターをご覧いただきました。どうした、もう良いのか。まずはヨーガの達人ダルシムです。本作でも長いリーチと炎の技を操りトリッキーに攻めるキャラクターです。胸元のアクセサリーや衣装などが新しいデザインになっています。ヨーガさん、気合十分で壊す。次に熱血力士エドモンド本田です。豪快な力技と突進力を武器に戦います。メトロシティに相撲とちゃんこ鍋を楽しめる店相撲茶屋エドモンをオープンさせたいのです。本田へと손바닥치기도트레이드バック。약간옛날보다양아치가됐네。続いて心優しい大自然の戦士ブランカも登場します。アマゾンでツアーガイドをしている彼も新たな衣装が用意されました。空中から襲いかかるエリアルローディングが追加され、ブランカちゃん人形を使った技も用意されています。どうした、来るんじゃないのか。最後に竜のライバル剣が登場です。見た目に大きな変化がある件ですが、どういったストーリーがあるのでしょうか。뭐야류왜계속맞기만해빨리반격해人来客や飛び上がって鋭い蹴りを放つ劉備脚等、新たな必殺技も習得し戦いの幅が広がっています。ストリートファイター6では新しいキャラクターやシリーズおなじみのキャラクターにもたくさんの新しい遊びの要素を盛り込んでいます。ぜひご期待ください。続いて映像の中でちょっと気になるバトルの場面があったかと思います。まじゃあ내가うん했던거という新たな対戦コンテンツです。勝敗を決めるルールと対戦中に登場するギミックを組み合わせて戦うことができます。先に相手を5回ダウンさせるルールに、攻撃を当てるとバウンドする爆弾のギミックを選択して戦うなどですね、ユニークなルールでの対戦となりますので、いつもとは違った体験ができるかと思います。이것도신선하네。この他にもファイティンググラウンドには様々なモードを用意してあります。お楽しみに。次は自動実況機能に関する新情報です。今回日本語実況にこの方たちに参戦いただきました。映像をご覧ください。그런거하지마。実況キャスターの平岩です。よろしくお願いします。なんと開幕ドライブインパクトが噛み合いました。技を振らせて見事なパニッシュカウンター。
オーバードライブ圧で火力を上げていきます。カーアウト状態、ドライブはできない。ここは後ろに下がって指で逆しっかり当てていく。めくらせない。まさかのジャンプを決めていく。勝負を決めるか。至極の一戦勝利しました。またとない素晴らしい一戦でした。押した人間界の決闘というものを見せてもらおう全身全霊で戦うがよい。이게뭐야해설자기능인거야그러니까게임을하는데저해설자들이이렇게얘기를해주는건가자동으로 뭐야 한국버전도나오면참좋겠는데実況者に e スポーツキャスターとして知られる平岩康介さんに参戦いただきました。うん、黒ね。わかりやすく丁寧な実況で試合が盛り上がること間違いなしです。そして解説者にデーモン閣下に参戦いただきました。300年以上大相撲を観戦されてきた大ベテランです。閣下もプレイヤーの皆さんの試合を盛り上げてくれます。ストリートファイター6では、インターネット放送用機能ですよ。方たちに参戦していただけるよう心がけて制作しているので、今後の発表も楽しみにお待ちください。続いてはワールドツアーになります。プレイヤーの分身と主人公は様々な師匠に出会い、ストリートファイトを通じて強くなっていきます。どんな師匠から何を学ぶのか、この世界で自分のストーリーを楽しむことができます。대박。自分の나만의キャラクターを만들어서スト리트ファイトのメイン主人公들중한명을스승으로삼을수있는거야。使用して作成します。ここで少し実際のキャラクターメイキングを見てみましょう。그러면달심을스승으로두면내팔다리도늘어나아니왜요즘요즘이아니라가면갈수록게임이커스터마이징에목숨을걸었어나그근육량과시와고마카나도코로마데고다와리캐릭터메이킹을할수있게됩니다와완전디테일하다쇼프에衣装やアクセサリーを購入し装備することでよりプレイヤーの個性を発揮できます。見た目はもちろん装備をすることでキャラクターの性能に変化があります。この町で始めるならストリートからだ。ルークも言っている通りワールドツアーではこの世界の住人とファイトすることが可能です。さまざまなロケーションで即座にバトルが可能となり戦いを見ようとギャラリーも集まってきます。1対1や1対多数などバラエティに富んだバトルもあります。主人公は師匠に入門することができ、師匠のバトルスタイルを学ぶことで、技やマスターアクションを習得することができます。いや、진짜달심을스승으로두면은내캐릭터가달심스킬을쓸수있나봐。もちろんファイトでも使用できますが、ブランカーへ저전기기술도쓸수있네。대박。いかがでしょうか。世界を旅するストーリーに加え、와이건진짜재밌겠다。カスタマイズなど。이거는격투게임별로안좋아하는사람들도입문하기되게좋을것같은데스트리트파이터의세계를体感できる全く新しいモードとなります。그러니까이제캐릭터만보고는무슨기술을쓸지모르는거잖아。ワールドツアーで作成したアバターを使い全世界のファイターたちとつながりながら様々な遊びとコミュニケーションを楽しめる場になります。いや、ゲーム속의ゲーム이라니。対戦状態に座ることで、すぐに気軽にバトルハブマッチを楽しむことができます。まるでゲームセンターに来たかのような体験があります。バトルハブ内でトーナメントに参加することも可能です。ショップでは様々なアイテムを用意しています。アバターをカスタマイズして楽しみましょう。ゲームセンターのゲーム筐体では懐かしのタイトルも遊ぶことができます。どんなタイトルが遊べるのか楽しみにお待ちください。わあ、ストリートファイト2。 DJ ブースで会場を盛り上げたりフォトスポットで写真を撮ったりすることも可能です。
たくさんの遊びの要素を盛り込んでいます。이런소소한즐길거리진짜좋지。皆さんが毎日訪れたくなるような場所として開発を進めております。楽しみにしていてください。이건진짜매력적이네。最後にこちらの映像をご覧ください。お待たせいたしました。ストリートファイター6のクローズドベータテストの実施が決定しました。こちらの期間内にご参加いただけます。本日紹介したバトルハブを体験することができます。参加人数に限りがございますので、ぜひスケジュールやお申し込みの詳細をストリートファイター6の公式サイトでご確認ください。皆さんいかがでしたでしょうか。今後も公式サイトやツイッターでストリートファイター6の最新情報を公開予定です。さらに日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組ストリートファイター6スペシャルプログラムを放送いたします。ここでは語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますので、お見逃しなく。引き続きストリートファイター6をよろしくお願いいたします。最新情報いかがでしたでしょうか。ここからはカプコンの各種情報をお届けするコーナーです。まずは e スポーツの情報です。こちらの映像をご覧ください。$30,000? 3억원?캡콤에서도이런대회를하는군요。저는잘몰랐어요대회에대해서。어느게임이든세계1위를할수있는실력이있다면오늘벌수있군요。환율을따지면은4억이라고?그러네이즘환율미쳤지。続いては人気タイトルがお求めやすい価格になったセールのご紹介です。東京ゲームショー2022の開催を記念してカプコンの人気タイトルが期間限定でセール実施中です。モンスターハンターライズサンブレイクが初セールとなって登場。출시후첫세일이래。セール中ですので、この機会をお見逃しなく。잘하는건가。バイオハザードビレッジやカプコンファイティングコレクションなど、プレイの機会を逃していたタイトルがないか、ぜひチェックしてみてください。日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組ストリートファイター6スペシャルプログラムを放送いたします。ここで語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますので、お見逃しなく。そして最後に、任天堂スイッチクラウドバージョンでの配信が決定したバイオハザードシリーズ4作品の紹介映像をご覧ください。イリジー。빨리나와라。
그래도 리 엔진의 최초 수혜자인 바이오하자드 7이 난 진짜 역대급으로 제일 재밌지 않았나. 今後も カプコンの最新タイトルの情報にご期待ください。 最後までご視聴いただきありがとうございました。 보다 보니까 또 하고 싶네. 끝났어? 끝났네요. 그래요. 자, 이렇게 캡콤 온라인 프로그램이 끝이 났네요. 다들 많은 사랑 부탁드립니다. 이거는 편집 없이 유튜브에 바로 올라갈 예정이에요. 자, 영상 다 같이 봐주셔서 정말 감사드리고 저는 이만 물러가도록 하겠습니다. 다들 수고하셨습니다. 녹화 종료.